ばんは。こんばんは。6月2日火曜日、まるまる山梨610です。山梨県内、今日梅雨入りしました、はい。今日はアメリカから素敵なゲストの方に来ていただいています。アメリカやヨーロッパで活躍しているピアニストのリチャード・スタインバックさんです。スタインバックさんはアメリカ・アイオワ州から親善のために山梨市を訪れています。はい、どうぞこちらへいらしてください。今日のゲストはアメリカ・アイオワ州からいらしたピアニストのリチャード・スタインバックさんです。改めましてようこそおいでくださいました。通訳は山梨県庁の国際交流課マリアン・チャップマンさんにお願いします。じゃあどうぞおかけください。素晴らしい演奏ありがとうございました。改めまして私の方から、リチャード・スタインバックさんご紹介させていただきたいと思います。スタインバックさんはアメリカ・アイオワ州在住のピアニストです。95年のパリ国際フェスティバルで第1位を獲得。現在はブライアークリフ大学音楽科の教授をなさっています。で、今回はアイオワ州のスーシティ市と山梨県の山梨市が姉妹都市を結ぶ架け橋になろうと親善大使として来日されました。昨日の夜に山梨の方にお着きになったばっかりということですけれども、第一印象はいかがでしょうか？Okay, so you just arrived in Yamanashi Prefecture last night, but what was your initial impression of the prefecture? I was first attracted to the beautiful mountain ranges all around the city, very, very beautiful mountains. So, 来ました時、一番最初の印象は、綺麗山ですね、と思いました。盆地だから、どこでも、美しい山が見えますから、素晴らしい場所だと思います。そのふるさとのスーシティの山と比べてどうでしょうか？ How about the mountains where you come from in Sioux City? How would you compare those? Are they similar? Sioux City, does not have mountains, does not have beautiful mountains. It's more flat. Sioux City ではあまり盆地ではありませんから、あまり山がないんですけど。はい。で、そのスーシティなんですけれども、こんなところにありますね。はい。こちらです。はい、アメリカがありまして、ここにアイオワ州がありますね。そして、このアイオワ州を大きくしてみますとこの通りです。で、スーシティはアイオワ州の西の端、ここにあります。人口83,000人、日本からは飛行機で12時間のところです。今これ映像が出ています。スーシティは150年前探検家が町を建設してから人々が集まり発展してきた町だそうです。この一帯はもともとインディアンのスー族が住んでいたことからスーシティと呼ばれるようになりました。気候が穏やかなので日曜日になると町の人たちは近くの公園や森に出かけピクニックやドライブを楽しむそうです。スーシティの産業は農業が中心です。トウモロコシや大豆が栽培され、特に蜂蜜がアメリカ中で有名です。そしてスポーツや文化活動に大変力を入れています。夏はマイナーリーグのスーシティエクスプローラーズ、冬は地元の選手が中心のアイスホッケー、チームの活躍に町中の人たちが盛り上がります。そして町には2つの大学があり、スタインバックさんはブライアークリフ大学で音楽を教えています。この大学ですね。そして町のオーケストラが定期的にコンサートを開き、地元の人たちの交流の場になっているということです。番号ですね。はい。では、スタインバックさんお願いします。曲はラプソディインブルーです。
年1月、アメリカ・アイオワ州のスーシティ市から山梨市に友好交流の申し入れがあり、友好の輪をもっと広げようということで、スーシティ市姉妹都市委員会のメンバーであるリチャード・スタインバック氏のピアノコンサートを山梨市民会館で開催することができました。日本へ来るのは初めてというリチャードさん、6月3日の水曜日、山梨市内をあちらこちらと見学しました。Very delicious. Very, very sweet. ね、甘いし。This is a new experience for me. First time. 私の。狩りの後、万力公園万葉の森を視察しました。日本へ来たのは初めてということもあって、とても万葉集やまた万力公園のこの日本庭園らしき風景にとても興味深げでした。そしてこの後、お茶室両庵にてお茶会も行われました。着物の女性を見るのも初めてというリチャードさん、4日のこの日、山梨北中学校ブラスバンド部をご訪問。ウェルカムコンサートと題し、北中の皆さんは心を込めて演奏しました。To move listeners again this year. We hear that marching is very popular in America. It's our dream to play music marching in Sioux City someday. So let us start the welcome concert. First, all of us will play Alamo.
Yes. So maybe my hope is that maybe one day you will come to the United States and perform concerts. And maybe a possibility that maybe you could write a piece for me someday. Thank you very much. Thank you.